超世代歌い手グループということで緊急で動画を回しているんですけど、今何やらすごい注目の歌い手グループが始動し始めたみたいで、今回はそれについて取り扱う動画となっています。そのグループっていうのがこちら、超世代歌い手グループというアカウントなんですけど、メンバーさんはまだ未公開です。でどうやらこのグループがボイシング所属の新グループなんじゃないかと話題になってるんですね。ボイシングといえば今年の8月あたりからイレース志向にスタポラの3グループに次ぐ4つ目のグループを結成するためのオーディションを開催していたんですけど、その結果がそろそろ出ているはずだという点と、今回の超世代グループの動画のタイトルが有名歌い手社長からのお知らせとなっているので、歌い手社長といえばなえこさんしかいないよねということで一気に拡散がされています。これを踏まえて僕の感想からお話しさせていただきたいんですけど、結論から言うとこれはボイシング関連ではないと思います。一番の理由がなんとなくボイシングさんっぽくないっていうただの直感になっちゃうんですけど、それだとさすがにあれなので、いくつか他の理由も挙げると、まず一つはこれが本当にボイシングさんの新グループならボイシングの公式アカウントやサイトなどからしっかりとお知らせがあった方が拡散力的には桁違いなのに、それがないこと。なのであえてボイシングなんじゃないかと思わせるようにして拡散を期待する別グループなのかなと思いますね。もう一つが動画の中で神世代を超えるだったり全歌い手グループに次ぐっていう表現が使われているんですけど、この神世代っていうのは以前雪村さんがやってたプロジェクトですね。でボイシングさんとか事務所所属のグループってあんま特定の団体とか他のグループに挑発的な感じの売り方はしないイメージがあるんですよね。まあなのでここもなんとなくボイシングっぽくないなと思ったところです。で最後に若干時期が違うっていうところですかね。一応ボイシングの新グループに関しては2024年のデビュー予定だったので、まあ、もちろん早まることもあるかもしれないんですけど、10月29日あたりに最終面接が終了して11月デビューっていうのはさすがにちょっと準備的な面で考えても早すぎるかなと思います。もちろん逆にボイシング説を推す根拠も出ていて、例えば今回の動画を制作しているのが普段スタプラとかの動画を制作していることでおなじみの動画師さんなので、そこはちょっと期待値が上がるんですけど、ただ専属の動画師さんではなく個人企業問わず他のところからの依頼も受けている方なので、これが根拠になるかというとそうでもないと思うんですよね。それと歌い手社長が関わっているっていう件に関しては、なんかこの界隈ってどれだけ真実のことしか言わずに誤解させられるかみたいなやり方をする風潮があるんですよ。なのでまっすぐそのままなえこさんっていう意味の歌い手社長じゃなくて、何かあそういう意味ねみたいなオチなんじゃないかと思いますね。っていう感じでいろいろ理由を話させてもらったんですけど、まあこれがボイシングとは一切関係ないグループだったとしても、ボイシングっていう単語は一切出さずにこの時期や言葉選びによってこれだけ視聴者に匂わせて話題にしているので、かなり売り方がうまいなと思いますね。実際拡散の速度がとてつもなくて、動画の投稿から4時間でもう5000人近くの登録者を獲得しています。なのでどちらにしてもかなり戦略的に動いて伸びていくグループだと思うので、とても楽しみです。そして一番怖いのは、これだけ言ってボイシングさんのグループだった場合に僕だいぶ失礼だと思うので、ちょそこだけ怖いですね。あくまで個人の予想だと思って聞いてください。皆さんがこの超世代歌い手グループに関してどう思うかもぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。